皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。夏休みの季節がやってまいりました。世間様は夏休みの季節がやってきているみたいです。学生の皆様、夏休み楽しんでいらっしゃいますでしょうか。エンジョイサマーバケーションしていらっしゃいますでしょうか。まあ、今年もそんな季節がやってきまして、滝沢先生、こっち来て企画と呼ばれる通称巡業と、そういった企画をですね、今年も実行してみようかなと思います。まずは去年の様子をご覧いただきたいと思います。VTR スタート。どうも皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。2日目の今、柏が終了したんですけれども、まあ、とにかく、まあ、テンパってな1日でございました。まあ、まだまだこれから、今スタジオが終わったばっかりなんで、ちょっと駅前の方に行って、まあ、記念撮影とかもしたりしつつな日々を迎えるわけなんですが、なんかそんな感じで移動中でございます。どうも皆さん、アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。本日はですね、一応新宿の3日目ということで、その柏でイフしていたことがですね、すごく起きました。こちらに26名様の方がいらっしゃるんですけど、結構減ってこんな感じです。新宿は暑いぜということでございます。はい、待ってろよ。ついてくるんですか。待ってろよ。あ、行く。あ、行くぜ。残り行くぜ。加藤さん行く。行きたいんですけど。すいません。加藤さん行く。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。なんだかんだで、実は4日目の愛知はですね、さりげなく終わっておりまして、で今、こちらは東山公園ですか。東山公園。はい、東山公園のスタジオ2463、3時間終わって、これから、畜産に移動するぜ。イエーイ。じゃあ、本日は本当に、遠路はるばる、これだ。じゃあ、こちらで1本締めで終わりにさせていただきます。はい、皆様、お電話でしょうか。はい、だからもうめっちゃギター練習してギター上手くなったんで、いやということで、はい、どうも皆さん、こんにちは。滝沢でございます。私、なんと10分の遅刻でですね、スタジオについて、今4スタジオの前に来たんですけれども、ちょっと突入をしてみていいですか。ごめんなさい。どうもこんにちは、滝沢と申します。すいません、到着いたしました。ごめんなさい。どうもこんにちは。とにかく、えらいことになっております。これどうしましょうかね。ということでございます。ちょっと後ほど、とりあえず今、その大阪の梅田のスタジオが終わりまして、まあ、こんな感じで、まあ、本当にすごい。どうも、アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。本日は9月1日日曜日の、時刻は夜7時半って感じですかね。すごい、もう大阪の方はですね、もう半端ないたくさんの方が集まっていただくことができまして、で、お店さんはもう早々に諦めてもう公園に来ました。皆さん、結構初めましての方すごく、まあ、なんつうの、多いという感じか、初めましてばかりみたいな感じで、ですね、この、まあ、皆さん、その周りにいらっしゃる方、皆さん、初めまして同士で、まあ、全然誰やねんって感じになってしまうかもしれないですけども、まあ、その滝沢の集いだから、きっといい人に違いないということで、まあ、その普通になんかいろいろと音楽の話したり、とりあえずギターは絶対共通しているんで、そのギターの話とかでなんかちょっとこう仲良くなったりとかして、つながっていただけると、僕としてもすごく嬉しいなと思います。そして、そのこういう場で、なんかなんつうんですか、自分で言うもなんですけども、その滝沢さんと話してみたいなんて思ってくれてる方がいらっしゃいましたら、本当、こういう時は、喋んないと、そうなんで、もうどんどん話しかけて、どんどん握手して、なんかどんどん写真撮ってとか、どんどんなんかなんかハグしてとか、そういうので、なんか全然やってください。とりあえず今日は本当に皆さんありがとうございます。それでは乾杯とさせていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。はい。でさ、大阪最高、乾杯。乾杯。はい、ありがとうございます。ありがとうございますというわけで、すごいこうてんやわんやといいますか、バタバタといいますか、まあ、そんな中でもすごく楽しい日々を過ごさせていただきました。本当に去年、各会場に集まってくださった皆様、本当にありがとうございます。心から感謝しております。そして、なんかこうてんやわんやバタバタしてて、本当にご迷惑をおかけしましてすみません。でも、すごく感謝をしております。
でまあ今年もね、本当大丈夫かな、どうしようかなみたいな感じで、なんかすごいこう不安な気持ちもすごく大きくて、うまくいくのかなとか、なんかちゃんと無事たどり着けるかなとか、なんかそういった不安も大きくて、どうしようかなと思ってたんですけれども、やっぱりそのすごいこう楽しみにしてますとか、また来てくれないんですかとかって、そういったリクエストもすごくいただきますので、もうよし、行こうと決めました。せっかく行くと決めたからにはその各会場いろいろこう回ってみたいなと思いますので、もし皆さんご都合がつきましたら、会いに来てくださると嬉しいなという感じです。いろいろこう話をしたりとか握手をしたりとか写真撮ったりとかして、なんかこう楽しく時間を過ごしましょう。とりあえず今回去年の反省を生かして、すでにスタジオを予約しております。各会場でできるだけ大きいスタジオを探して、まあ、そこをもうすでに押さえてやると。というわけでちょっと日程と場所の方を発表させていただきます。8月の27日、水曜日、こちらは宇都宮でございます。宇都宮、ビートクラブさんというスタジオの A スタジオですね。夕方4時から3時間。で、28日木曜日は柏です。柏のダグアウトさんというスタジオさんの C スタジオで、16時から3時間。で、翌日29日は、金曜日、新宿のノードさんというスタジオの一番大きい G スタジオで、3時半から3時間。で、翌日30日土曜日は、名古屋でございます。で、去年と同じ名古屋の、246というスタジオさんの一番大きい7スタジオで、夕方4時半から3時間という感じです。で、最後、31日日曜日は大阪でございます。多分、梅田駅の近くだと思うんですけども、ベースオントップさんというスタジオの一番大きい1スタジオで、6時から2時間という感じでございます。ちょっと大阪だけ予約が取れなかったので、2時間になってしまうんですけれども、まあ、限られた時間の中でたくさん楽しい話をしたりとかしていきたいなと思っております。今回はちゃんとネタを仕込んでいきますので、ちゃんとこう楽しんでいただけるように頑張りますということです。まあ、去年の日程とあんまり変わらないんですけれども、11月くらいにその沖縄とか九州方面か、それとも北海道の方面か、どっちかにちょっと飛行機を使っていこうかなとかって考えておりますので、秋口ですね、考えておりますので、そちらの方も。なんだよ、福岡また来てくんねえのかよっていうがっかりした方もですね、ちょっと楽しみにしていただければなと思います。ちょっと上か下かどっちか決めたいんですけども、飛行機使っていこうかなと思っております。とりあえず今回は水曜日からスタートして、宇都宮、柏、新宿、名古屋、大阪みたいな日程でございます。本当ね、どうなってしまうんだか、僕は今すごいとてつもなく不安でございます。大丈夫かなと。ちゃんと人を集まってくれるのかなみたいな感じでね、なんかそんな感じでとてつもなく不安になっております。まあ、去年、すごいこのね、ぎゅうぎゅうのスタジオにこの詰まってしまって、もうね、うわ、もうこんなん来たくないわ、本当もう懲りたわなんていう方も、一応反省を生かして、それぞれ大きいスタジオを撮ったりとか、そのスタジオライブできるようなすごいでっかいスタジオを撮ったりとかしているので、ちょっと今一度ご検討いただければという感じでございます。で、今回もその参加費とか、別に大丈夫ですし、前もってその連絡をいただく必要もございません。それぞれのスタジオ代とかはその僕は全部持ちますので、まあ、お気軽にフラッと、予定空いたからちょっと行ってみようかな、今日滝田さん来てるって言ってたなみたいな感じで、来ていただけると嬉しいです。で、まあ、今回もまたそのスタジオの中で何するかは全く決めてないんですけれども、まあ、ちょっと僕がちょろちょろ演奏したりとか、なんかこう質問、なんか質疑応答みたいな質問をいただいてそれに答えたりみたいな。ことをしてみたいなと思います。まあ、参考までに去年何してたかっていうと、まあ、大体の会場で僕が1曲、2曲、3曲演奏しておりました。で、柏の方ではなんかこう作曲の仕方みたいな質問をいただいて、まあ、ホワイトボードを使ってその僕が即興でその作曲をしたりとかして、なんかちょっとこう演奏させていただいたりとか、あと名古屋の方ではなぜかこう鍵盤を弾いて鍵盤の素晴らしさについて語らせていただいたりとか、で、その大阪の方では翔太君という男の子がいまして、まあ、その子が、ね、その滝田さんと一緒に演奏したいみたいな感じで、2人でこう、ね、同じ曲を、2本のギターで演奏したりとかして、遊んでおりました。なんかこういうのやりたいとか、こういうの聞きたいとか、もしありましたらなんかこうまとめておいていただけるといいかなという感じでございます。で、まあ、今回もそのちょっといくつかお願いがございまして、まずそのお願い第一でございます。お願い第一、また寄付を。お布施を、もしよろしければでいいんですけど、もしよろしければそのお布施といいますか、寄付といいますか、カンパみたいな感じでちょっといただけると、お気持ちだけでも読んでいただけるとすごく嬉しいです。それぞれの交通費とか、ホテル代とか、スタジオ代とか合わせて、もう誰も来なかったとして、10万円くらいの確保、出費の確保はしているんですけれども、もちろんその出費がね、軽くなれば軽くなるほど、正直やっぱ嬉しいので、まあ、本当お気持ち程度で。
大丈夫でございます。で、今回もその1000円以上、もしご寄付していただいた方には、まあ、ちょっと去年と同じになってしまうんですけれども、その滝沢ギター .com オリジナルピック5枚と、手書きのメッセージカード。で、ステッカー1枚ですね。ちょっとこれで今、まだ発注してなくて、実物がないんですけど、まあ、こんな感じのデザインのステッカーになる予定です。これらをセットで、皆様に差し上げたく思いますので、まあ、もしよろしければ、寄付をいただけますとすごく幸いでございます。なんかこう、あれ、どこ行った封筒とかになんか入れて、なんかこう渡してくださるとすごく助かります。もう何でもいいので。で、その際にもしよろしければでいいんですけれども、お名前とメールアドレスを書いてくださるともっと嬉しいです。後日僕からそのお礼メールみたいなのを書きたいので、お名前はもちろんそのハンドルネームとか YouTube アカウント、Twitter アカウントとかで構いませんし、もちろん本名でも構いません。で、アドレスの方も別に携帯のアドレスとかじゃなくても Yahoo とか Gmail とか、まあ、そのアドレスでいいので、まあ、何かしらこう、ね、後日僕からこうちょっとこうお連絡できる連絡先を書いていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。そんな感じでしょうか。で、一応、これも結構前の DVD になってしまうんですけれども、僕がその自費で作っているなんかこう教則 DVD みたいな、これはまあカッティングギターのその DVD なんですけれども、なんか CD と DVD とテキストがついているような、こんなのとか、あと、在庫がデラ余りしているステレオキッチンのこの缶バッジセット、こんなのもですね、その持っていきますので、もしよろしければこの辺のお買い求めいただけると、すごく助かります。特にこのバッジの余りっぷりが半端ねえので、作りすぎたっていう感じです。結構いいんですよ、このバッジ。まあ、ステレオキッチン、バンドのグッズになってしまうんですけれども、まあ、よろしければご検討くださいませという感じです。というそれが、お願い1でございます。で、お願い2が、今、滝沢ギター検定ってやってるじゃないですか。その滝沢ギター検定の、課題曲 C、こっちかな。それを覚えてきてくださると嬉しいです。C1、C2、C3、どれでもいいです。そのスタジオの中で皆さんでこう、ね、ガッと一気にこう演奏するみたいな遊びもやってみたいなと思いますので、もしよろしければ、C1、C2、C3、どれでもいいです。覚えてきてくださると嬉しいなと思います。ちょっとみんなで合奏して、うわおって楽しみましょう。で、3つ目、まあ、これは普通に基本的なことなんですけれども、そのスタジオの中とか、そのスタジオ終わった後 その、ね、なんか打ち上げというわけじゃないですけど、その飲食をしているときに関して、未成年の方はその喫煙とか飲酒とかはちゃんとなしな方向で、NG の方向で行きましょう。一応僕はそういうのをこう、ね、結構こう 気にしているというか、しているつもりなんですけれども、ちょっとこうね、ちょっとやんちゃな気持ちもあるかもしれませんけれども、その辺は我慢していただけると嬉しいなという感じでございます。で、その次、4つ目。基本的に今回、ビデオカメラを回していきたいなと思っております。僕がその巡業から帰ってきたら、自宅でそのビデオを編集して、なんかこう巡業まとめ動画みたいな感じで、また YouTube にアップロードしようと思っているんですよ。なので、ちょっとこの姿が映りたくないというか、その顔を映したくないなんていう方は、ビデオカメラがからちょっとこう遠ざかるようにするとか、あとちょっとこう眼鏡したりとか、なんか帽子かぶったりとかっていう感じの、なんかちょっと僕の一方的な押し付けになってしまうんですけども、そういったご協力といいますか、ご理解をいただけますと、すごく幸いです。僕もその、ね、撮影をしながらそういう方がいらっしゃったら、あれはちょっとあれそういう方なのかなと思って気を利かせて、あまり撮らないようにしたりとかしますので、そんな感じで。ご理解、ご協力をいただけますと幸いです。逆に、映りてえ、映りてえみたいな若者の方は、どんどんその映る努力をしてみてくださいませ。普通に YouTube にこうガンと乗っけようかなと思っております。で、お願い4つ目。新宿はさすがにもうほぼ地元なんで OK なんですけれども、もう宇都宮とか柏とか名古屋、大阪はもうね、行ったことがないので、土地勘が全くないんですよ。なので、そのスタジオの後にその行くお店さんとか、もしその詳しい方いらっしゃったら、なんかこう先導してくださるとすごく嬉しいです。まあ、ちょっと僕はその一方的にお任せをする感じになってしまうんですけれども、なんかこうね、周り の, そのお店のチェックとかしてくださるとすごく嬉しいです。結構なんか各会場でそういった方がいらっしゃって、僕としてはすごく大助かりだったんですけれども、なんかそういったご協力をいただきますと、最高に嬉しいなという感じでございます。と
りあえずそんなところかな、なんか言おうと思ったの。あ、あとそうだ、忘れてた。また今回もそのギターを持っていこうかなと思います。でも僕、今回車売っちゃったんで、全部電車利用するつもりなんですよ。なので、アコギ、まあ多分マーティンを持っていくと思います。マーティン、マチコさんを持っていくと思います。ビルコさんはちょっと今回は自宅で待機かなって感じなんですけれども、もしビルコさん弾きたいよという方は、この動画のコメントに、ビルコ弾きたい、ビルコ弾きたいって、そうですね、10件以上あったらビルコを持っていくように、10件以上あったらビルコを持っていくようにしていきますが、10件満たなかったら、マチコしか持っていかないぜという感じです。結構大変なんです、移動が。で今、マチコさんは指板修正のリペアをしていて、入院中なので、今、手元になくてお見せできないんですけれども、まあ、その巡業の期間には間に合うと思うので、すごいもうね、元気はつらつなマチコさんを、皆様の手元に、まあ、ちょっと置いて、まあ、実際に弾いてみたりとかしていただければなと、僕がいつも実際に使っていて、超気に入っているギターをですね、触って楽しんでいただければという感じでしょうか。別にスラム奏法とかやっちゃって大丈夫なので、中に大豆が入っているから、あんまり揺らしすぎるとガラガラうるさいんですけども、そんな感じでスラム奏法とかして遊んでみてくださいませ。そんな感じかなぁ。うん。まあ、まとめますと、1、お布施のご協力いただけますとすごく嬉しいです。2、夢心地という課題曲をできれば覚えてきてくださると嬉しいです。3、未成年の方はその飲酒喫煙は絶対ダメだよということ。で、4、今回ビデオカメラを回したいと思いますので、ご理解、ご了承くださいませということです。5、先導してくださるとすごく嬉しいですという感じです。まあね、なんかこの先何が起こるか全然わかんないですけれども、本当に何とも言いますけれども、なんか大丈夫なのかなっていう気持ちがすごく強いです。もちろんその皆さんと会える気持ちというか、その楽しみな気持ちもすごくあるんですけれども、大丈夫だろうかっていう不安な気持ちも正直なところすごく大きいです。でも、まあ、やるからと決めたには、ね、楽しみにしておりますので、ぜひご都合をつけて各会場遊びに来ていただければなという感じです。で、九州方面とか沖縄方面とか北海道方面の方、11月とかにもしかしたら行くかもしれませんので、そちらの方も期待してみてくださいませということです。じゃあ、告知以上でございます。多分言い残したことはないと思いますので、よろしくお願いいたします。ホームページもありますので、ちょっと概要欄の方から URL にプッと飛んでいただいて、そちらもチェックしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。それではまた、違う動画でお会いする前に直接お会いするかもしれませんけれども、またお会いする日まで。さようなら。